飾ってて。午後の紅茶を朝一で飲んだ。鼻くそを目の前の人の服につけた。地味に嫌だな。マッチを殴って顎骨折させた。極悪。ワイは包丁で肩刺されたんやが。笑い事じゃないけど草、大丈夫なんかそれ。暴行罪並びに傷害罪。マッマがワイを包丁で刺したのは、ワイはやり返しただけなんやが。その時点で通報するべきや。昔学校にあったトイレの芳香剤の中身をおちっこにしました。たまる事案け。某ハンバーガーチェーンの電子マネー決済を1週間止めた。故意に止めたなら業務妨害やな。導入したネットワーク機器の OS に不具合があった。もう少しちゃんと検証すればわかったかもしれない。別れ話してきた女にその場で仲出ししてこな、これで終わりなって帰った。さ、どういう状況だったか教えてくれ。女の自宅に呼ばれて、あなたにはついていけない、どうせ私とエッチしたいだけで付き合ってるんでしょ、私他の人が好きになったって言われた。普通に別れるならまだしも真面目に付き合ってたつもりなのに、体目的扱いされて激高した。そう思うならそうしてやるよかすって、そのまま衣服剥ぎ取って中に出した。泣いてた。ワイは満足した。友達とその友達の好きな人との交換日記をトイレに流した。施工管理やってるんやが、中学校の改修工事するために市役所から預かった玄関の鍵をなくして考えた末に、市役所の担当のせいにしようとしたけど速攻でバレた。女友達の家に遊びに行った時に引き出しからパンツ取り出して顔を詰めた。第一回サボった。当然クラスからの視線は。丸子食べた。美味しかった。めっちゃ臭いけど食えなくはない。妹が買い物行ってる間遊びに来てた妹の友達と生ハムした。生徒指導のゴリラ教師のロッカーに母ちゃんの下着入れまくった。教頭の車のタイヤ全部パンクさせた。器物損害や。そういえば女の子に干渉するの流行ってたわ小学生の時。お尻以外の穴があるってそれで知ったの。ごめんな。第一回サボったら、唯一 LINE してた同じクラスの女の子から連絡来なくなったわ。それでも卒業式後に LINE 来た時は見直したわ。嫁にプロポーズする4日前にソープで。心だけは嫁愛してるってことやからピュアやな。これこそ純愛。体は汚れてるけどな。くだらないけど、中学生の頃男子のズボンを下ろそうと思ったら女子で泣かれちゃったな。校長に怒られた。ボーイッシュ一人称俺も中学生女子いたよな。懐かしい。そういう子ほど意外と泣き虫だから可愛い。先生の車の鍵穴にアノンアルファ集めた。小便器で丸子した。ガチの話で、Y が高校生の時帰り道を一人で歩いてたら、目の前をカップルが歩いてて、それがめちゃくちゃ悔しくて、何を思ったか規制を上げながらそのカップルの間を突っ切ったんや。その後そのカップルの彼氏にガチ切れされて、胸ぐら掴まれたけど、なんとか謝って許してもらった。彼女がかわいそう。でも彼氏が男らしくてことなきを得たな。心の病やん。その時はもう失うものは何もないって開き直ってたからな。正直な話、小学生までは夏休みは友達と会う回数減るから、早く終わってほしかった。家族旅行以外の日は学校のプール開放日はひたすら泳いでた。夜の学校でサバゲしてたら幽霊みたいなんに遭遇したことならあるわ。楽しそうだな。おい、唯一こぎつけた最終面接遅刻した。悪事っていうより普通にお前の方がデメリットでかそう。嫁には浮気未遂ってことにしてるけど、正直吉祥寺の南ちゃんとはやってた。南ちゃん処女だったからあの子にも悪いことしたと思ってる。厨房の時に禁断ボーイズに憧れて電車の中で下ネタ思いっきり叫んだら、乗客に通報されて生徒指導くらった。現在進行形だし初犯でもないけど、恋人と高校以降の友達に顔と経歴以外全部嘘ついてる。家族には解明したの伝えてない。関係が深くなればなるほどネタバラシした時どういう反応するのかが楽しみでたまらない。嫁に教えてない行きつけの飲み屋で結構嫁の悪口を言っちゃう。完全にないことを言うわけじゃないけど、受けると思うとつい持っちゃう。12,660人売春した。確定した。同級生の女の鼻の骨折った。今でもそいつの鼻曲がってて笑うわ。サイコパスかな。相手から先に手出してきたからな。 Y 極真空手やってたから顔面に思いっきりパンチしたらめっちゃ鼻血で取った。鼻曲がって男子からいじめられてて笑った。なんだ、ただの正当防衛か。10人近くの友達集めてマンションで鬼ごっこ。友達のうちの誰もそのマンションには住んでない。ラブレターをコピーして配布。本当は被害者側な気がする。小学生の時友達に借りたゲームまだ実家の倉庫にある。嫁には高校時代彼女いたって言ってるけど21まで同棲だった。嫁が早期流産して思ったより体がしんどくて寝込んでる時に出張先にデリヘル呼んだ。お前クズすぎだろ。不満な友達にも言えないような悪事が溜まってるんや。山奥でお前に嫌いな奴の親を農場に誘導して殺しさせて、その肉を塵に混ぜて嫌いな奴に食わせた。立ち乗りですね。おまわりさんこいつです。
サウスパーク見たことないんか？見たことないけど、そんな最高な内容のアニメがあるんか？海外のサザエさんみたいなものやな。シンプソンズと並んで有名。シンプソンズとサウスパークコラボ会で互いの悪ガキキャラが、今までやった中で一番悪いことはみたいな話し合いがあるんや。なるほど、そういうネタね。子供向けにしてはブラックジョークがすぎる。友達の内緒の恋バナを意中の相手にバラしてた。ワイも愛してやまないバンドを、捨て台詞としてバカにしやがったから、殴って顎の骨少し折った。殴り方が下手なせいで俺も手の甲と薬指折れた。気持ちはわかるが暴力はいかんな。親恋人友達なんかよりも大事なものをバカにされたら、報復しないわけにはいかんだろうよ。口で攻撃されたなら口で反撃せな。暴行罪で捕まったらこっちが悪や。ワイもそいつに寝てる間に軟骨ごと耳がっくり切られてたし、お互い様やないかな。さすがにもう傷は塞がってるが未だに切れ込み入ってるし、凄まじい戦いをしたんやな。いや、切られたのは戦いやないで、ワイが寝てる間にマーキング感覚で切ったらしい。睡眠薬でぐっすりやったから、朝起きた時枕血まみれでビビった記憶。傷害やんそれ、通報しろよすぐ。その相手とはどういう間柄？仕事仲間？元恋人？今知らん人？メンヘラか、これだから女は。まあ髪跡とかと似たようなもんやろし、別にええんちゃう？ちょっとシャンプーし見ていたかったし困惑したけど、まあそこまで支障ないしええかなって。刃物で切ってるんやろ？すでに大事やぞそれ。まあここハサミで切られただけやし、そんな大事とちゃうぜ。カッター切りつけられたんじゃなくて、ハサミでバッサリ切られたんか？まあ軟骨あるしカミソリやメスだときついんちゃう？ワイはたまたまあった園芸バサミでやられたらしいわね。ノリが軽すぎる。もっと自分を大事にしてくれんメス。バンド名教えて。すまんな、もう二度と他人に言わんと決めとる。妹がトイレ行くの邪魔して立てこもったことや、親の財布から金抜きまくった。当時小2くらいの時、隣に座ってたちっちゃい子5歳くらいのスマホを奪ってパズドラしてた。負けてコンティニュー画面出てパニックって返したら、ちょうどちっちゃい子の親来て、ちっちゃい子がゲーム禁止って言われてた。何してんねん。しかもそのスマホ母親のやつやったらしくて余計怒られてた。お前が全ての元凶でくさ。バッパがワイのこと呼んでくれて助かったわ。ちっちゃい子は何も言わんかったんか？ワイがすぐ逃げたで。無理やり取ったなら強盗やね。もうするんじゃないで。ワイ貸して、ちっちゃい子いいよ、だからセーフや。うんこの。ほんまに申し訳ないことをしたと思ってる。会社の車で脱輪して報告せず、自分でロードサービス呼んで助けてもらった。幸い車に傷ついてなかったからバレなかった。ゲーセンでフィルアランカしまくったら、対策されて取りにくくなってもうた。掃除サボるやつおったから、そいつの脇腹ほうきの持ち手で思いっきりついたわ。しばらく痛がってた。急に痛いやつやめえや。好きな子の弁当に精子かけたやつの弁当に精丸かけた。異次元の反撃。どんなエグいやねん。学校のガラス割ったのを他人のせいにした。トツモと二人でいたずらで110番したけど全部トツモのせいにした。おばあちゃん家のカツオ節削り器でカラッカラの猫のうまる子スライスした。悪質で草。目的が不明すぎて草。悪ふざけやろな。なんで他人事やねん。そりゃ幼き頃の悪事やもの。今殺されるか思うぐらい怒られたで。そんな好きでもない女を20歳から33歳まで好き放題スケベなことしまくって別れた。33で放流するのは地獄やな。クライアントの発売前新商品をなくした。もみ消した。おっやが死んだ時に遺品整理してたら500円玉貯金見つけたんや。あっめがゴミ袋とか配信引き取りの費用にしよう。いくらあるか数えといてって言われて、計1万円ほどパクってカバンに詰めた。ちな全部で30万ほどあった。小2の遠足の帰りに隣に座ってた寝てる女の子のほっぺつんってした。かわいい。かわいいレベルの悪事からすごいものまで、いろいろあったね。さて、続いてはこちらのスレを紹介するよ。職場がやがや、俺どしたん？みんなちょっと大きなミスが、俺ん。またポンコツか？ポンコツ。俺、たくなんとか言えよ社会人にもなって、頭の下げ方も知らんのか。みんな、ざわざわ。俺、で、どんなミスが、ん？俺？俺のミスやんけ。みんな、お前のミスだが。ポンコツ、お前のミスなんだが。どうしたらいい？頭下げろよ。頭の下げ方も知らんのかポンコツ。不満なえんやでの精神。一致性格悪すぎでしょ。誠にごめんなさいする。嘘でも聞いてないって言って誰かになすりつけたら終わりやで。ポンコツがここぞとばかりに調子に乗ってくさ。社会人のくせにえんこの詰め方も知らねえのか。認めたら正式にお前のミスってことになるから絶対に認めたらあかん。ポンコツやんけ。いやミスは誰にでもある切り替えよう。しかないやろ。一致ポンコツ。普段からポンコツのミスを笑顔でカバーしとけば、自分がミスしても困らんのやで。
何やってんねんポンコツって言いながらポンコツの頭を叩く。有能愛でもこういうことが起こりうるから、普段からミスったやつを責めんわ。はたから見たらポンコツなのでは。他の社員マターのポンコツか。ワイ平安慶誠にごめんなさい。これで割となんとかなる。ワイの上司はそういう場合自分の今までの功績を聞いてもいないのに語り出して、結局うやむやになってきたところで、最終的にそいつのせいにしてたぜ。強い。できる男やな。周りはお前のせいだってわかってるけど、いじるとめんどくさいことからいじらんだけやぞ。ここは例外でこういう手順やねんで切り抜けよう。絶対に認めたらあかん。なんちゃってなんちゃって、って踊り出せばもう満タイよ。わかる。ワイアン家で笑いすら起きなかったら地獄やね。早く元気なめろ。ワイ、お前確認しなかったの？何のためのダブルチェックだよ。という体で責任を押し付けろ。上司芝居たれ勢いでなんとかなる。有能ってのは失敗をリカバリーできるやつや。すみませんでしたって勢いよくやればまだ笑って許されたろ。他の社員こっちのポンコツか。普段ポンコツがミスった時にどうしてるかによる。あいすいませんぐらい言えんのか。まだ気づくだけマシよ。申請は気づかずにそいつが間違ったと思って責めるぞ。こういうやつも半数は内心では気づいてるぞ。プリキュアそのミスは上司のミス。なんとかしてポンコツになすりつけろ。Y の場合はなるべく他人を巻き込むようにしてダメージを分散するぞ。 Y 皆さん決裁に印鑑をしてますよね。上司でもこれは Y 君の仕事だから決裁の意味とは。普通そうなるだろ。決裁印なんか形式的なもんだし。自動犯行ウィンマシーンやで。ここでちゃんと俺の責任ではありませんと声に出して言ってみろ。世界が変わるぜ。Y の上司はそれ言ったら、それ自分のせいじゃないってせいにしてるよねって言って、あることない言葉通し始めるぜ。別にお前が謝ろうと意地張ろうと、責任取るのは上司やから何も変わらんで。社会悪やろこいつ。仕事は適度にあるけど、周りに助けてもらえる状態が最強なんやで。やることはないし周りも助けてくれない状況が一番地獄。自分だってミス多いし仕事できないのに、人のミスはしつこく責め立てるゴミクズいるよな。ミス発覚してすぐ犯人探しするやつ大体無能。お前も連帯責任だぞ。どうもクソも全面的お前が悪いだけやろ。Y の上司今回は俺の勘違いだけど、なんでこんなミスが起こるような状況にして誰も気づいてないわけ。気が緩みすぎじゃない？対処どうすんの？プンスか。これは殺されてもしゃあないですわ。Y はちゃんと確認してくれ言うたよな。ミスを見つけられんかったら確認してる意味ないやろが、手押し通したぜ。いかに他人のせいにするかが腕の見せ所やぞ。しれっとポンコツのせいにするのが何十人だぞ。俺じゃない、知らない、あいつがやったこと。Y はこういう時ちょっと失礼って席外して、速攻ミス同人数分買ってくるわ。コントの導入やん。かばった風謝罪するとええで。ごめんなさい。Y が悪かったんです。何が悪かったのか言ってみろ。なんだっけ。部活あるあるだけど味方がエラーしても絶対責めないぞ。人を責めんやつって自分がミスした時に、責められたくないから恩打って予防してるとこあるよな。時間の無駄だから切れないだけやぞ。常に再発防止に努めるだけや。せめて発生しなくなるなら責めるけど、大抵は仕組みや決まりごと作れば防げるし。上司次から失敗しないようにどうするんや？Y しっかり何回も確認して記録にも残します。これしかないやろ。上司他には？Y、やらかしたやつの話題クソ楽しい。なんか定期イベントみたいですこ。でも自分の時はクソムカつくんだよな。一体感が生まれるよな。Y ハワは見積もりミスっちゃった。先輩何？見積もりミスった？適当にゴニョゴニョってしとくからいいよ。これで何も問題起きないんだが何したんだこいつ。後輩がミスした時の Y なんでこんなミスすんの？見直ししろって言ったよな。自分のミスだった時の Y はこれ Y だったな。すまんすまん。ミスは誰にでもあるしな。いかんのか？ああ、すぐ後輩に抜かれるタイプのアホやな。それで辛くなって辞めたやつ見たことあるわ。あるあるだわ。こういう時はこうするんだぞってドヤ顔で切り抜ける。部下が J-COM 株で失敗した時の上司はどんな心境やったんやろな。どうやって東証に責任転嫁するか考えてそう。天にも昇る気持ち。時間が解決するやろ。適当にのらりくらりでええんちゃう？これが日本や。ミスわかってたけどバレないことにかけるのあるあるよな。バレたら今気づいたふりする。一番立ち悪いやつやな。無能は仕方ないとしてもせめて正直な無能であれよ。こういうのがあるからでかい態度取らないようにしてるわ。過剰な叱責は身を滅ぼす。ミスは誰にでも起こるからね。さて、続いてはこちらのスレを紹介するよ。こう、弊社の上司す。今週はネット閲覧ログの調査をしますと、全社員に通知した結果、Y死ぬんか？毎日してるやろ。全員死ぬからせっちゃら。まだ死にたくないんを。
会社のパソコンで何見たんや。ヤフーニュースとかウィキ程度やけど、常習やからな。今週我慢したらええだけちゃうの。過去のログ全部調べるとしたらわざわざ容疑者たちに予告せんやろ。それくらいなら大丈夫やろ。ウィキはついついリンクから遊んじゃうよね。スカイシーとかいうスパイウェア。通知されるだけ温情と思え、ワイは適切な通信ログまとめをそいつの上司に送ってるからな。怖いよ。会社の PC で見る必要ねえだろ。普段から個人を特定しないまでも割合は把握しとるで、割合がひどいから犯人探ししますっていう宣言やろな。だからシークレットモードで見とけよ。それ意味ないやろ。ワイは先週内事あったからずっと賃貸物件検索してたわ。たまーに公務員とかが10年で何百時間ネット見ててとかで処分されてニュースなってるけど、そんなバカみたいにログ残してるもんか。みんなヤフーニュースまではセーフやと思ってるよな。スカイシーとかいうゴミのせいで社用 PC 使う気なくすわ。ほんまこれ？藤原達也嫌い。旅行の新幹線までストーキングしてくるのやめてほしいわ。ワイはビビリやからサボるときはスマホでネット見とるわ。上質予告です。ネット閲覧ログを調査しました。ワイ、実際あった。どうなったんや。ワイは調査期間中では問題なしとされたが、後輩が厳重注意を食らった。恐れ多くも弊社幹部は怪しい我々にチャンスをくださったのだ。ネット漫画など読んでないで業務に邁進しなさいと。ヤフーニュースは政府説聞くけどどうなんや。政府通貨よっぽどひどいのだけ注意したみたいや。頻度にもよるけど大概政府扱いされるやろ。頻度によるやろ。夜ならワイはアウトやが。藤原達也社員の見えない努力を見える化します。クソ皮肉で草。意味がわかると怖い CM。 検索バーで株価出せるの便利やわ。閲覧履歴に残さずパソコンで株価チェックできる。事前通知あるってことは今おとなしくしてくれたら穏便に済ますってサインやろ。だと思いたいんやがな。適度なネットサーフィンは労働効率をアップさせるんやぞ。上質でも多忙かそうじゃないかの違いなんなんやろ。会社によってすげえ忙しいとことかんこ取り泣いてるとこあるけど、上層部のやる気があるかどうかやろ。そもそも部長が暇なとき飯屋とか旅行のためにネットサーフィンしてるわ。暇すぎて転職サイトよく見てるんやがやばいんか。いずれ一閲覧すると上質に通知飛ぶとはよく聞くな。じゃリクルートやからギリセーフかな。仕事してたら調べもんくらいはセーフや。検索くらいええわ。情報持ち出すアホだけ監視しとけばええ。上質民おらんのか。相手は今これ見たら答えにたどり着けそうな気がすると開いたら、クソデカ警告画面出てきた時の絶望感。開けるブログと開けないブログの違いは何なんや。そういや警告出たことないわ。補足するとブログ見たくらいでブロックされても状況は大体察せるから安心したらええで。過去に言っても相当昔でやられたが何も言われんかったな。抜き打ちでやらない意味ないのでは。ネットに限らず監査の前だけ非常扉の前のもの片付けるの何の意味があんのやろな。やからただの警告やと思いたいんやけどな。ワイみたいな奴らへの監査なんて問題なし異常なし以外の報告は聞いてもらえないし、そういうものと思うしかない。エッチの新しいタブがネットニュースみたいなやつなんやが、あれ開いてまうわ。ワイは、ウィキペディアサーフィンしてるだけやからセーフ。例えばウィキ閲覧してたのはバレるとして、ウィキペディアを見たのがわかるのか。ウィキペディアで〇〇という単語で検索してバツバツという記事を見たのがわかるのか、どっちなんやろ。大抵何を検索したかはわからない。何の記事を見たかはわかる。ワイ4月からの新卒社会人なんやがウィキペディア程度であかんのか。調べ物とかどうするんや。現地なら政府みたいな謎の風潮あるよな。大体パソコンの一挙手一投足監視するとか頭おかしいやろ。ディストピアかよ。運用服、自殺って毎日ググっとるんやが、短時間なら多めに見てくれそうな気もするけど。さて、最後はこちらのスレを紹介するよ。仕事中俺ヤバいミスってそう。でも先輩忙しそうだし聞けねえ。まあいっか。ミス発覚。先輩なんで黙ってんだよ。俺、すみません。先輩お客にどう説明すんの？説明すんの俺なんだけど。俺、それは。先輩デカ前にこれ教えたよな。俺、ひっぴく。先輩メモ取れって言ってるよな。俺、時間がなくて。先輩は？何言ってるかわかんねえわ。俺、すみません。先輩もういいわ、お前。もうこれやんなくていいから。キロ俺、ボロボロ。俺くんかわいそう。忘れろ。怒られた記憶だけ残って仕事忘れるわ。クソ悪循環。もうやめていい？この仕事、まだ3ヶ月なのに毎日怒られてんのおかしいよな。仕事は人間関係が全てだからね。厳しい奴がいるとこはやめとけ。ちなみにみんなこんな感じ。先輩が何やってんのかわからんから忙しそうに見えて、聞きづらくて聞けないからミス連発。聞いたら聞いたで前教えただろで怒られるから余計聞けない。新人なのに。
こういう従事した奴とは一緒に働きたくない。入社したての頃は明るかったよ。いち早く戦力なれるように頑張ります、えへへみたいな感じで、話しやすいように愛想も良くしてた。でもこんだけ毎日キレられたらそんなキャラ通せねえよ。かわいそうなのは先輩だろ。俺だろ。先輩とか何もかも分かってて余裕あってもいい立場で、何も分からんって余裕ない俺にキレてくんだぞ。頭おかしいだろ。おめえは言葉で一回教えられたくらいでミスなく、一発で覚えられんのかよって顔面ぶん殴ってやりてえわ。覚えられないからメモ取るんだけど、そこを乗り越えて聞かないと。まだ覚えらんねえの？何回同じこと聞いてくんの？今忙しいから無理、もういいわ俺やるからで意味不明。それならそれでよくね？ミスはしないじゃん。できない奴の気持ちがわからん。一回聞いたら普通できるだろ。できねえよカス。覚えようとしてないだけじゃん。家に帰ったら今日一日仕事であったことを朝から全て思い出して、悪かったところを次の日に活かせよ。普通にみんなこれくらいできるぞ。昨日で、今日はゲームの発売日だ。会社ってのはプライド高くて、性格悪い奴じゃないと生き残れないからな。自分がそうじゃないなら適応できないから精神壊れる前にやめな。やめたら生活できなくなる。社会人って地獄だな。覚えられねえくせになんでメモしねえの？メモ取る時間も見返す時間もねえんだよ。俺が仕事遅いと他の仕事が詰まるから。あれかな、やっぱ個人のオフィスがある仕事とかのが向いてるのかな俺。工場なんだけどさ、作業できる場所の数が制限されてて、俺がちんたらやってると無感情に場所開けるからどいてだぜ。後輩がもたついてても心配とかも一切なし。人間かよあいつら。聞き方が悪いんじゃない？確認する聞き方と忘れたからもっかい教えてって聞き方だと、校舎は忘れるならきっちりメモ取れやクソ野郎ってなるのは当たり前。本当メモ大事。メモ取ったことないけど。でも脳は隠そうとするのか。そんなチンピラみたいな先輩いるか？俺みたいな陰キャですら仕事できない先輩に怒鳴り散らして、人格否定までしたことある。発達の相手ってマジでしんどい。そりゃ進歩がないわ、隠蔽癖があるわぜ、キレられる。別に隠してるつもりねえよ。聞きやすい環境だったらこれ合ってますか？って聞くわ。聞いたら怒るんだから聞かねえよ。環境のせいにすんなよ。怒鳴られてでも聞け。そもそも覚えられない上にメモも取らないお前も責任なんだから、社会人なめんな。理不尽すぎるだろ。大体あの忙しい職場環境でメモ取ってる時間すらも、責められてる気がしてもう嫌なんだよ。気がしてってことはメモ取って怒られたことはないわけだよな。ならメモ取れよ。頭が ADSL なんだよ。つまり病気だから気にすんな。一回で覚えられないくせにメモの一つも取らず挙句ミスを隠す新人、最悪だな。メモ取ってや怒られないと思ってる？メモ取ってても切れるよ。一回教えてもらって書き漏らしたとこ聞いたら切れたもんあいつら。マジで人としてどうかしてる。書き漏らしてんじゃねえか。お前がグズなだけだろ。完全にメモ取ってミスったら教えられた通りにやりましたけど。って言えるレベルになって初めて文句が言えるんだよ。匿名の場で強気に出られる姿勢を現実でも少しでも実践できればすぐに解決しそうなことだけどな。これだからネット弁慶の小物は。ビッグみたいに強気で話してたらすぐ喧嘩に発展して大騒ぎだよ。ソースは俺。社会を知れお前は。学校でもわかることだろ。現実でこんなん言ってたらどうなるかくらい。相手が理不尽に言ってる部分があるのなら、そこは表現に気をつけて言い返せという姿勢の話をしてるのに、ビップのようにレスバシロなんて一言も言ってないが。同じことだよ。理不尽なこと言ってくるやつになんか言い返したらその時点で喧嘩になるわ。日本ってこんな会社ばっかりだよな。教育がそもそも何かを知らないから、ハマって覚えろみたいな旧時代みたいなことをいつまでもやってる。考えてみりゃ当然なんだよな。だって人に教えるという行為を教わってない奴らばかりなんだからさ。それじゃあちゃんと人に教えられるわけがない。やめる気ないなら少しはガッツ見せろよ。このままだとこの先ずっと仕事できないゴミ扱いされるぞ。出世とかは考えてないからゴミでもいいが、とにかくこの雰囲気最悪なとこから抜け出したくはある。どこ行ってもゴミは多い。ワンオペでもやってろ。メモじゃなくてマニュアルください。素人が見ても理解できるもの作ってないんですか？そちらで作ってください。このマニュアル意味がわかりません。もっとわかりやすく作ってください。俺はこんなこと言われてるわ。舐められてて笑った。と合わなかっただけだよ。あと3回ぐらい職場変えればいいところ行けるんじゃないか。教育も満足にできない会社はゴミ。すぐやめろ。内容に自信が持てないなら面倒がられても聞くしかない。聞かずにミスってたら全て自分の責任になるぞ。メモ取るって言っても説明のスピード早すぎることもあるんだよな。工場機械に合わせてるし先輩も忙しくて何もわからない人に教えられるほど余裕はない。働けば働くほど全体の効率が落ちる人材が存在していることは事実。使えない奴はマジでメモ取らないぞ。メモ取ってって言っても大丈夫としか言わないから、教えてる方はマジでどうしようもない。案の定全く分かってなくて後でミスが発覚する。
でもなんかちょっと俯瞰できたわ。新人なんだしメモ取りながらチンたらやるし、何回でもわかるまで聞き返すし、それで嫌われたり怒られたらやめる。冷静になれたわ。メモは自分用のマニュアルなんだよ。書くことで覚えるしな。先輩ミスなんて気にしなくてもいいよ。同じところ何回でも聞いていいからね。俺の職場はこんな感じだけど。3回くらいまで同じこと聞いてきても許すけど、それ以上聞いてきたらさすがにどっかに書いとけよとは思う。話変わるけど〇〇のパスワードなんだっけって聞いてくるやつもしね。それお前が設定したんだろなんで俺に聞くんだよ。たまに初期パスワードから変更してなくて、その初期パスワードすら忘れたとかいうアホもいるけど。わかんないから聞くと切れ気味に返事されるよな。俺もマジでやめようかと思ったけど、まともな上司に変わったら、どんどんスキルアップしてくのがわかって今楽しいわ。傾きが変わるまで耐えるのもありだぞ。上司が変わるってそうそうあるか？今の時代切れるようなやつからはさっさと離れる方がいい。バレるミスとバレないミスを見極めろ。質問しにくい環境って働きづらいよね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。